はい、皆さんこんにちは。またちょっとご無沙汰しておりましてすいませんでした。大塚進です。本日、令和4年の今日は5月7日土曜日の今夕方ですね。何時頃だろう、5時過ぎましたね。だいぶ日が伸びましてね、もうだいぶ夕方でも明るい時間が伸びましたね。本日はですね、こちらもですね、だいたいおおむね途中に、お昼頃ちょっとさーっと雨が降りましたけども、おおむねいい天気でですね、だいぶ暖かくなりましてですね、もう今日あたりも朝晩そんなに寒くなりましたね、寒くなくなりましたね。まあ、しばらく前までまだ朝晩はね寒かったんだけどね、だいぶ全体的に暖かくなってきました。まあいい季節になってきましたね。今日もね、少しこのうちの周りとか少し映したいんですけど、まず最初にね、一つお知らせなんですけども、何回かお話ししておりました、コンサートね、コンサートのことで一応ね、5月の28日土曜日午後1時からね、このうちのところのね、葛郎村のうちの裏山の方でね、まあ、野外コンサートを行います。でそのチラシも一応作りましたのでね、この動画に一緒に見えるようにちょっとつけておきたいと思うんですけども、まあ、基本的にはね、この村に移り住んでね、だいぶお世話になっておりますしね、まだまだ自己紹介もあまりできてないので、まあ、ご近所の方々とか村のお住まいの方とかね、まあ、そういう方を中心にね、声かけてみようかなと思っておりましてね、まあ、それプラス近隣のところからとかね、あるいは関東からも来てくださる方もいるかもしれないんですけども、今回はね、5月28日は、まあ、基本的にはね、村の方々を対象としてですね、まあ、親しみやすい曲を中心に野外コンサートを行うことになりました。まあ、早速ね、今日もいつもお世話になっている柳井さんがね、チラシを、あちこちに配り始めてくれてですね、まあ、ありがたいことでね、まあ、ぼちぼち宣伝もしてですね、私自身もしっかり練習して準備をしたいと思っております。でその流れでね、5月は28日よ、6月がね、6月入ってからまた今度村の、復興館アゼリアっていうところでね、まあ、コンサートまた6月18日予定されてるんですけど、またそのことはね、また後ほど連絡したいと思います。ということでね、まずはコンサートことをね、お知らせしました。で、あとはもう残り、また例によってね、今いい季節なのでね、いくつか村の、このうちの中のね、うちの周りの様子をね、ちょっと映して、付け足しという形でね、映しておきたいんですけど、まあ、これうちのね、まあ、質素なちっちゃなうちですけどもね、でもとても快適な、もうこれからずっと秋までね、ずっととても涼しくてですね、快適なうちですけど、まあ、今もね、ツツジがね、咲いたり、こちらですね。からこちらが赤いのもツツジでしょうね。からピンクのはね、花象ってやつね。とても綺麗ですよね。でね、こちらはこれ山吹だっけ、まあ、あちこち入ってますね。これはエゴの花かな。だいぶ白くなってきましたね。食べられるものでね、昨日今日と食べてみたんですけどね、ちょっと自信がなかったんでね、去年は食べなかったんだけどね、ここにですね、このうちの端っこの方にね、こういうね、こういうのあるんです。これね、これもみじの葉っぱみたいなやつなんですけどね、これね、なんだっけな、もみじ傘っていうのかな、もみじ傘で、こちらの方ではね、なんかしどけっていうらしいんですけども、ちょっと去年はまだ食べなかったので、今回ね、昨日今日とね、ちょっとお湯で湯がいてね、食べてみましたけど、なかなか美味しかったですね。多分天ぷらとかにするともっと美味しいと思うんだけどね、ちょっとまだお浸しみたいな形でやってみたんだけどね、なかなか美味しかったです。で、これもね、なんか結構貴重な食べ物らしいですよ。私よく分かんなかったんだけどね。で、結構この辺にね、もう自生していてね、もういっぱい出てくるんですよ。で、これをここからしばらくね、山の恵みというかね、山の幸ということでね、いただけるということなんですね。で、これね、あとはじゃあいくつか紹介しましょう。この細長い木、上の方見るとね、これ取り損ねちゃったんだけどね、これ上の方、これほら、これウドの木、ウドじゃないや、これなんだっけ、タラの芽だと思うんだよね。で、この木はちょっとね、上に伸びちゃってね、取り損ねちゃって、もうこれは伸びちゃったんだけど、なんか別のところでね、もうちょっと小さい低いのがありましてね、それ食べてみた、先日食べてみたんですけどね、まあなかなか美味しかったですよね。まあ私も
こちらに移り住むまではね、その山菜とか山の幸とかあんまり興味もないし、あまりその知らなかったんだけどね、まあいろいろ食べてみるとね、ああ美味しいもんだなってことがだんだん分かってきました。いくつかね、この黄色い花はね、これはダメなんですよ。これはね、なんだっけ、草の王っていうのかな、草の王。これは金ポウゲ科でね、なんか、まあ、ケシの仲間なのかな。これは毒があるそうです。これね、食べちゃダメだそうですよ。うん、これは食べないで。まあでも、まあそこら中に咲いてるんだけどね、まあ、ほっといてます。あとはね、ほんとね、ちょっと戻ろうか。いくつかあるんですよ。いつも紹介してる脇木は置いといて、こちら脇木ね、もういっぱい出てくるんで置いときましてですね。うん、あの菜の花がね、こちらだいぶ咲いちゃったんだけど、もう花が咲いちゃった。で、その菜の花をね、いくつかはね、まあ、ここにしばらく、この畑の方にしばらく残しておいてね、種でも取れたらいいなと思うんだけど、あとはね、こちらのその斜面の方にね、移植したんですよ。だ今度からね、こちらで種を落としてね、来年からはこの斜面のとこでもね、いっぱい、菜の花が咲いてくれるといいなと思います。それから、例のイチゴなんだけどね、花咲きましたよ。咲き始めました。で、これはね、去年は全然ほとんど花が咲かないでね、ただもう葉っぱが茂ってるだけだったんですけどね、今年はそのちょっとしばらく前ね、その教えてもらってですね、いつもお世話になってる浅木さんから教えてもらってね、まあ、なんていうかな、古い葉というか、その黄色、茶色くなった葉はね、全部取ってね、そしたら元気になったみたいで、まだまだたくさんってわけじゃないけど、でもね、いくつかほら、こうやってね、こちらの方、ほら、こちらの方、白い花が見えるでしょ。これ全部イチゴの花で、これからもうちょっと咲くと思うんでね、今年はある程度期待できますね。ただ、目標としてはですね、イチゴの、実をね、たくさん取ってね、できれば、ここだけの話、内緒の話ですけどね、お酒でも作ってみたいなと思ってたんですけど、それほどは取れないでしょうね。あとこれもいただいた花なんだけどね、これちょっと今夕方もうしぼんじゃうんだけど、日中はとても綺麗な、ね、黄色い花咲くんですけどね、なんだっけ、姫金銭花っていうのかなとかね、まあ、これプリムラもらったりとかね、まあ、そんなんでいろいろと、まあ、あちこち忙しいくらいね、いろんなものが咲いてますね。水はいっぱい出てます。ありがたいことですね。水いっぱい出てますね。これもうずっと飲むことできるんですよ。飲んでも大丈夫ですね。まあ、他にいろいろ使えますね。ちょっともうちょっともう一個見せたいのがあってですね。ちょっと急いで上の方まで上がる。まあ、いつもの通り、上の裏山の方なんだけどね。ちょっと急いで。まあ、いつもつまんない話すいませんけどね。まあ、今一番いい季節なのでね、この山のね、山の、いろんなものをお見せしたいと思っております。だいぶね、この、キウイはね、今年は元気がいいですね。今日当たりがいまいちなんだけどね、ほら、だいぶ葉っぱが茂って、新しい葉っぱが出てきましてね、だいぶ元気で伸びてきました。キウイです。いっぱいあります。これもね、お酒作れるかもしれないね。で、こちらの方に日当たりのいい方にね、伸びるように仕向けてるんですけど、それからね、ここ。ここはね、しばらく前、2、3日前、ここね、新しくね、開拓しました。笹が茂ってたんですけど、笹をね、全部取ってね、根っこから抜いてね、その何を植えたかというとね、その下の方にいっぱいね、そのもう茂っちゃってるイチゴをね、こちらの上の方に移植してね、こうやっていっぱいイチゴ植えたんですよ。こういうのとかね、見るかな、こういうのとかね、こういうのとかね、でたくさんこうやってイチゴ植えましたので、で ここは結構日当たりがいいのでね、これから来年以降ね、期待できるかなと思って。松の木がいっぱいね、ちっちゃい松の木がね、あちこちいっぱいあるんですよ。で、もう一個皆さんにね、お見せしようと思ったのはね、これ今度のコンサート会場ね、もうちょっとこれの椅子を並べて、もうちょっとね、整備したいと思うんですけどね、今日最後にお見せしたいのはね、この梅の木の下の方ね、ここに何があるかというとね、これ、ここにね、ずっと自生というかね、最初、前に住んでいた阿部さんが植えたんですけどね、これずっとね、何年も生き延びてましてね、こうやって育ってるんですけど、これね、ご存知でしょうか。餃子ニンニクって言うんですね、餃子ニンニク。餃子ニンニクじゃなくて、餃子ね、餃子ニンニクっていうね、まあ、ニンニクの匂いがするね、まあ、結構美味しい、その山の山菜というかね、これも貴重な食べ物らしいんです。で、なかなかね、成長が遅くてね、あんまり広がらないんですけど、
ずっとね、去年もありましたけどね、今年もちゃんと元気で出てるんでね、これ少しずついただいてるんですけどね、今年は終わったらね、種取ったり株分けたりしてね、もうちょっと増やしてみようかなと思うんですけど、こういう行者人肉もあるんですよ。でこうやってね、いろんなものが今出てきてるんでね、ありがたいことです。こっちはフキでしょ。でフキもね、下の方にもういっぱい生えてるんですよ。フキの塔が春先いっぱい出ましたけど、その後ね、フキがいっぱい出て、もちろん当然葉っぱが出てるね。で、私はね、あんまりフキはね、食べなかったんです。好きじゃ、なぜ食べなかったかというと、なんかね、料理法を見るとね、なんかめんどくさいんですよね。その皮を剥かなきゃいけないとかね、切れた後、いちいちその皮を剥がさなきゃいけないみたいなんでね、そんなめんどくさいことやってられないなと思ってね、ちょっと敬遠したんですけどね、これもね、昨日今日とね、試しにね、皮は別に剥かないでね、普通に茹でて食べてみたんですけどね、全然大丈夫ですね。多少皮が厚いなという程度でね、全然大丈夫だったんで、まあ、私はもうこれからね、フキはね、いっぱい生えてるんで、皮剥かないで食べようかなと思っておりますよ。でそんな風にしてね、もう食べるものがいっぱいありますね、今ね。ありがたいことです。はい、そんなところですね。このポリバケットのタンクも、まあ、説明したと思うんですけど、もう一回、知らなかった方のために説明しますけどね、これね、ちょっと画期的なんですよ。というのはね、もともとね、山の上から水が来ておりましてね、で先ほどお見せした水場のところまで水が来ていたんですけども、でそれをね、そのホースでね、上の方まで一旦このぐっと上の方まで上げてね、ここまで持ってきたんです。で、ここでね、一旦水がね、これ山の上からの水がね、あんまり勢いはないんですけど、こうやってね、ほら、コンコンとね、きれいな水がね、山の上からの水圧でね、ここまで上がってきてるんです。で、ここで一旦溜めて、で、そこからまた流れ出したものがね、下に降りてるんですけども、何が画期的かというとね、ここまで上げることができたので、ここからね、水を取ってね、いろいろ利用できるわけね。うちはここよりも下ですからね、ほら、こうやって、うちはここより下ですから、いろんなものに、ね、お風呂とか洗濯とかね、それからこれからつけたいのはね、太陽熱温水器をつけようと私計画してるんですけども、そういったものは全部ね、この自分の家よりも高いところまで水を持ってきてるんで、ここから水圧でね、全部自由に使えるわけですよね、まあ、それでそういった意味でね、これからいろいろ利用できるわけです。まあ、そんなところでした。ざっとね、随分長々とまたうちの周りのことをね、お見せしましたけども、面白いでしょ、こうやってね、山の生活というかな、冬は厳しいですけど、それが終わっちゃえばね、本当にとてもいろんなことができて楽しいところです。じゃあそういうことでコンサートのお知らせもつけておきますので、よろしくお願いします。柳井さんの方の動画でね、ちょっとだけちょこちょこっと演奏した動画がありますので、そっちもね、リンクつけておきますね。ではまたよろしくお願いします。ではありがとうございました。ではさようなら。